お世話になります、ひとりでございます。ピカブイの体験版といえば、トキワの森を調査するだけという5分程度でクリアできるものとなっていますよね。舞台はトキワの森だけで、他にはどこにも行くことはできなく、ポケモンセンターも当然ないわけです。ただ敵のトレーナーが弱い上に、初めからそこそこレベルの高いポケモンを6体も持っているので、ポケモンセンターがなくともまず味方が全滅することはありません。ではこの状況で味方のポケモンが全滅したらどうなるのでしょうか。通常全滅した場合はポケモンセンターに強制送還され、強制的に回復させられるので、体験版では通常行けないポケモンセンターに行くことができてしまうのでしょうか。それともポケモンセンターに行った設定で最初の場所からやり直しになるのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は体験版で全滅したらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速体験版やっていきたいと思います。この通りちゃんと体験版って書いてあるやつをね、起動させてやっていきます。はい、これでつけていくと、これピカチュウとイーブイどっちも一つのソフトみたいな感じになってて、交互に起動するっていう感じになっています。そのね、仕様は前回体験版やった時に分かったんですが、まあ中身見ていきますよ。はい、これはイーブイですね。EV 版ということでやっていきましょう。はいはい、もうこれもう腐るほど効いた BGM ですけど、私前回のやつで。はい、じゃあこれで普通に、行くわけですよね。ただこの中にポケモンセンター当然ないんですよね。ですから今回の検証が非常に気になるということで、調査してくれたまえということで調査するだけなので、で単純にね、森の奥に行けば沖戸博士が待ってて、それでクリアってなるんですけど、その間にちょっとやられていくわけですね。でこれ初め手持ちにですね、もうすでにポケモンいるんですよね。6体もいるということで、なかなかねこれ大変だと思うんですけど、倒すの逃がすことはできないのかな。ボールから出すってなんだ。ボールから出すってのは歩くってことね。あ、そういうことね。ポケモンボックスの方行って逃がすことできる。あ、逃がすことできないの。手持ちから外すで、外した後に逃がせる。あ、博士に送るあるんだ。博士に送るで送れる。あ、送る。はい、あ、送れた。博士からメッセージが来た。ポケモン送ってくれてありがとうよ。おかげで研究が進みそうじゃ。俺にポケモンを強くする飴を送ろう。あ、ここでも飴もらえるんだ。守りの飴ということでそうなんだ、知らなかった。カケルが送ってくれたポケモンは1匹、引き続き頼むぞ。だから1体にしていきましょうか。はい、ここで全員手持ちから外していきましょう。その方がやりやすいんでね、あの自滅するの簡単にできるんで。あ、でもあれか、別に送る必要はないのか一応。まあでも送ってみましょう。はい、これで送るとどうなるか。はいはい、知識の飴と速さの飴をもらったと。でこれでこいつ送れないから、こいつ手持ちから外すできんの。あ、戦うポケモンがいなくなります。さすがにそれは無理か。はい、じゃあまあこれでやられていきましょう。あとはひたすら、やられるだけなんで、まあこいつでいいかな。まあトレーナーもいますけど、あ、そっか、こいつ無理か、トレーナーじゃないと無理か。じゃあむずくね、なかなかむずいな。逃げるということで、トレーナーと戦っていきましょう。トレーナーどっかしらでいるんでね。こいつだ、こいつ、こいつと戦っていきましょう。はい、やってくれ、倒されたいんだ。いや、こんなね、樹海みたいなところで倒されに行くっていうのもなんか不吉な話ですけど、まあそれが役目ですから、やっていきましょう。さてどうなるのか。いや、ちょっと待って、攻撃技以外あるよね、ちゃんと。尻尾を振るでいっか。尻尾を振るでもやっておきましょう。はい、フリフリしといて、はい、攻撃される。まあ結構時間かかるかな。はい、もう引っかかれすぎてね、もう体ボロボロだと思うんですが、最後引っかかれてやられていきましょう。はい、ここでどうなるかが問題ですよ。はい、やられていきました。もうポケモンいないですから、交代するやついない。あ、ここ戻ってくんだ、こんな感じで。カケルの手元には戦えるポケモンがいない。ここは一緒か普通に。え、ここで、はい、目の前が真っ暗になったらどうなる。どうなんの、どう処理される。ポケモンセンター行けないじゃん。あ、終わりかい、終わりかい。ひでえ、マジか、そのパターンは思ってなかったな。これはなかなかのオチじゃないですか。いや、マジか、ポケモンセンターでもう一回最初からやり直すとかじゃないんだ。完全にやり直さないといけないのね。もうこれ戻れないですもんね。他のボタンも本ボタン以外押せないですから、
これで終わりという。じゃあ体験版の中の設定ではポケモンセンターとかが一切ないってことなのかな。一応治療も絶対させてくれないと、やり直しも効かないということで、ただ目の前が真っ暗になってそのまま終了するというね。こんな愉快な BGM に対して死を連想させるような終わり方という、いやこれ一番残酷じゃね。ということで検証結果、体験版で全滅したらガチで目の前が真っ暗になるでした。いつもご親切なゲームフリークなのに、かなりの鬼畜の設定ですよね。だって別の動画でもあげましたが、体験版では連鎖もできるし色違いも出るのに、全滅した場合は回復もさせず即終了だなんて、このツンデレ感はもはやサイコパスにさえ感じます。とは言っても初めから6体もポケモンがいるので、普通にプレイしたら、まあ、全滅する方が難しいんですけどね。そんな文句言うんだったら体験版なんかやるな。だって俺はゲームフリークの味方だ。そんな腐った意見バンにしてやる。